ルイスミコとルイスミゲル・サンチェス・ベニテスはスペイン・アンダルシア州カディス県プエルト・セラーの出身のプロサッカー選手レアル・オビエド所属ポジションは MF2011 年にセビージャ FC のカンテラから C チームに昇格2012年7月にはセビージャアトレティコに昇格し2シーズンで70試合以上に出場2014年にトップチームに昇格 8月12日の UEFA スーパーカップのレアルマドリード戦でトップチームデビュー。23日のバレンシア CEF 戦でラリーガデビューを果たすもリーガでの出場はこの1試合の出場にとどまった。2016年6月29日、レアルバリアドリードと契約。2016から17シーズンは途中からジムナスティックトラゴナにローン移籍。 翌2017から18シーズンは、セグンダディビシオンで29試合3得点を記録。チームは5位に入り、昇格プレイオフを勝ち抜き、2013から14シーズン以来のリーガ復帰に貢献。しかし、久々のトップリーグとなった2018から19シーズンはリーグ戦不出場に終わった。ありがとうございます。